皆さんご機嫌いかがですか？イギミンです。今回はスクリューバックタイプの裏蓋で電池交換を行いました。ポイント盛りだくさんですよ。久しぶりの登場、ベルジョンの工具セットを使っていきます。使用するのは蓋詰めスクリューバックオープナー、ノンマグピンセット、別売りの保持器です。ベルトを外します。汚かったらこうちょっと、普段の修理ではここでベンジンを使っています。薬局行けば買いますけどね、ベンジンは、ね、可燃物だから、取り扱いに注意、取り扱い注意しなきゃいけないですよね。蓋開けた時にこのゴミが中に入っちゃう可能性があるから、そうすると使っているうちにそのゴミがあちこち移動して内部に入っちゃうと思い込みになってる。なるほど。横から見るとこうなってますよね。はいはいはい、はい、でここにこう溝があるんだけれども、要は溝の深さがこれだけ違うんですよ、こことここだと。だから極力工具はこのギリギリのとこまで持ってくるようにすれば力が入る。こっちの先端の方でやっちゃうと滑らせたらここのとこをやっていっちゃう。爪の幅を合わせます。僕の場合は両方動かすんですよ。両方、こっちもこっちも動かすんですよ。なるほど。硬い、これはこれは硬い。硬いから、硬いのはベンジンの登場です。ピンセットで隙間に流し込みます。ベンジンがない場合はドライヤーで温めるのも効果があるそうです。しっかり押さえて、蓋っていうか蓋がついてるはずなんですよ。こうやって一応抜きます。一応抜きますね。で、もう指さしてれば座っちゃってもいいんですけど、素手でやるときはこう持っちゃったんですよ。ベンチ素手だとこれもショートしてっちゃうんで、でこれもダメ、ピンセットでこう持ってもダメなんで、プラスチックのピンセットでやるか、はい、ここのプラスとプラスを持ってもらえれば大丈夫です。あ、鉄でも大丈夫。うん、鉄でも大丈夫。ここだとプラスの部分なので大丈夫です。こう持っていただいて、さっき1本こっち側に電池押さえがあるんで、ここに通した状態で滑らせる。逆から入れるとここを曲げちゃう可能性あるんで、ここを押さえて動いてると思うんですよね。で、ここが汚れてるかもしれないんで、まあ粘土でも何でもこう取ってもらって、汚れを消してもらって、蓋を開けて、これをなるべくスクリューのやつは手で。閉めれるところまで閉めてください。あ、この工具を使うときは本当の最後の一締めだけに使うような感じで、もうある程度閉まらないところまでやったら、初めからこれでやるともう大変だし、変に力が入っちゃうとネジの溝をダメにしちゃう。手で軽くねじ込んでいって、最後の本当の一締めだけをこうやった。もうしつこくこんなぐいぐいぐいやんなくて大丈夫。
まらなくなったなと思ったら最後クッとやってあげれば大丈夫です。防水テストを行います。時計の性能に合わせて15気圧を設定します。テストはクリア。普段西ヶ谷さんが使用しているオープナーです。既存のものを加工しているそうです。電池交換は自己責任でお願いします。難しいと感じたらぜひご相談ください。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。